では、ヨガインストラクターレベル1についてご説明したいと思います。まず私自身はですね、ヨガの資格というのはいらないと思っています。ただ、私自身この人はヨガができるんだよというふうにですね、認めてもらうという必要性は感じました。ですから、200時間にわたるですね、ヨガインストラクターのティーチャートレーニングというのを受けたことがあります。で、その中でですね、普通のヨガのポーズとかのですね、授業だったり、解剖学とか生理学、あとはヨガの歴史とか哲学についてですね、学ぶ機会がありました。で、学んだなんですけれど、その中で思ったことはですね、何かこう重要なことが欠けてるのではないかということです。自分がその体を動かすそのレッスン、解剖学とか生理学ですね、細胞がこういうふうになっているとか、そういうふうなことも重要とは思います。ただどれもがそのレッスンではあまり使えない内容なんですね。で、実際そのティーチャートレーニングで役に立ったのはレッスンの流れをこう覚えるということぐらいです。で、そのレッスンを覚えるっていうだけでしたら、本当にその数時間あれば誰でも覚えることは可能なんですね。で、もっと重要なことは何だろうと思ったんです。というか、その実際にレッスンやってみて、こういうことは重要だよねというふうに思ったことです。それは何かというと、レベル1ですので、まだ体について知るというその段階で十分だと思うんですね。90分のそのヨガのレッスンをするにあたり、体についてこう知っておくということはとても重要なんですけど、それだったらいろんなヨガのレッスンとかでもやってるよという方もいるかもしれません。ただ私自身がその体験したヨガのレッスンの中ではですね、ここでいうその体の構造について、また呼吸について、そして問題のクリアの方法についてですね、実際に指導しているインストラクターは見たことがありません。ただこれらの3つはとても重要です。ヨガということですから、その自分の体のコントロールですね、それがとても重要なテーマなんですけど、この3つは欠けていたらですね、ヨガの指導というのは本当に形だけになってしまいます。形だけでしたらですね、無料動画でもやってますし、その DVD とか、もしくは本ですね、それで十分できてしまうんですね。形だけなら。そうじゃなくて、まず、体の構造についてお話ししたいと思います。体の構造ですけれど、自分の肩のポジション、とりあえず肩を一つの例として言うんですけど、肩を上げた状態で万歳すること。肩を下げた状態で万歳すること。可動範囲が違うのは分かりますか？肩を上げた状態でやると、ここら辺で止まってしまいます。耳のちょうど前ぐらいですね。ここら辺で止まってしまいます。それに対して肩を下げてやると、耳の真横まで来ます。実際にこれやってみてください。この2つの違いはですね、本当体の構造の違いです。で、そういうふうなことを教えてくれるインストラクター、あんまりいないと思います。同じように、構造の話なんですけど、肩を上に上げた状態で、首を右、左に振る音。肩を意識的にぐーっと下げた状態で、右、左に振る音。で、下げた状態で首を右左にしたら、途中で引っかかってしまって動かないと思います。上げた方が首の場合は右左に動きやすいと思います。で、これもですね、さっきの肩を上げた時に手を上げるのと首のっていうのはちょっと真逆になってしまうんです。そういうふうな体の構造を知らないとですね、わからないと思います。ですから、首曲げてくださいって言って、肩がこう撫で肩の人に対してこう動かない。どうすればいいかっていうのは、この構造を知らないと伝えることができません。次に呼吸の方です。
呼吸の方なんですけど、同じように、まあ、両手を上げる方法ですね。息を吸いながらと上げるのと、息を吐きながら上げるんでは、吐きながらやるとここら辺で止まってしまいます。吸いながらやると耳の後ろまで行きます。この違いは分かりますか？ですから肩を下げた状態で息を吸う、そうすると耳の後ろまで行きます。肩を上げた状態で逆に吸いながらとやると、ここら辺で止まってしまいます。こういうふうなのが呼吸の持つ力ですね。で、その呼吸っていうのはですね、今みたいな体の動かし方によっても、全ての関節によってこうした方が、吸った方がいい、吐いた方がいいというのがあります。で、普通はですね、例えばヨガを教えていてですね、今このポーズの時吸った方がいいですか、吐いた方がいいですかって質問する方もいるんですけど、本当はですね、そういうのは呼吸というよりも自分の体を動かした時に体が感じるものなんですね。で、そういうふうなことを指導する人もいないです。ステレオタイプに上げる時は吸ってみたいな、吐いて下ろしてみたいな。なぜそういうふうな呼吸をするかということを絶対教えません。で、そういうふうな呼吸の呼吸っていうか、本当に体の反応についてのですね、指導というのは全くありません。で、3つ目ですね、問題のクリアです。大抵のそのヨガのインストラクターっていうのは、自分がそのヨガができるからということでやっています。要するに、元から柔らかい人ですね。私の場合、体が柔らかかったわけではありません。どちらかというと、硬い体をどうすれば柔らかくするかということについては、私はスペシャリストです。なぜかというと、自分が硬かったから。で、柔らかい人っていうのはですね、硬い人の問題をどうやって解決するかというのは分かりません。実際ですね、どん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 難しいポーズをする、そういうふうなインストラクターがあったことがあります。硬い人を放っておいて、柔らかい人が何人かいたら、その人たちを中心にやっていってしまうと、問題のクリア、底のけですね、全くゼロです。で、そういうふうな体の硬い人をこう柔らかくしていくという知識がない人が結構多いです。なぜかというと、もともと自分が柔らかいから。問題がなかったら、それは解決しようと思いますよね。で、そういうふうな人の体によって、そのどういうふうな問題を抱えていて、それをどうやったら修正できるかということを学んでいただきます。そのためにですね、整体の、まあ、検査とか、カイロプラクティックの検査など、そういうふうなのを取り入れていきます。で、体の骨格がこういうふうに歪んでるから、こういう動きはできない、こういうふうになってるから、こういうことはできないんだということをですね、理解すると。ですから、この3つをポイント、ここら辺を、まあ、中心に学んでいただきます。で、プラスですね、確かにそのなんていうか、ヨガはポーズとか、まあ、あとは太陽礼拝とか呼吸法ですね、この3点もちゃんときっちり押さえていきます。で、その中で自分ができないポーズがあったら、それをどうやったらできるかというのを、この3つを使って、ですからこの3つの要素プラス、そのアサナ、太陽礼拝、そして呼吸法、この3つをこう学ぶということ。